ナイター使用された北京工人体育場北京、工人体育場は中国、北京市朝日区に位置する多目的スタジアムである中華人民共和国建国10周年を記念して建設された重大建築の一つとして驚異的なスピードで計画、設計、建設が行われた。百五十八年九月に建設が決定、翌年の百五十九年八月十一日に 竣工し、同年10月には中華人民共和国全国運動会のメイン会場として使用された。1986年から3年にわたる改修工事を経て1990年のアジア大会ではメインスタジアムとして使用された。2004年のアジアカップを契機とした大規模な改修工事も行われ、24ブロックのスタンドが設備された。 2008年の北京オリンピック前にも改装工事が行われた。サッカーの試合に使用されることが多く、1996年から2005年の間、そして改装後の2009年から再び、中国サッカースーパーリーグの北京国安のホームスタジアムとなっている。また、サッカー、中国代表のホームスタジアムにもなっている。2004年のアジアカップでは開催スタジアムの一つとして、 グループリーグ5試合と準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦と決勝戦が行われた。2008年に開催された北京オリンピックのサッカー競技では、女子決勝を含む全試合数のおよそ4分の1に当たる試合が実施された。2011年に工事を行い、陸上トラックを撤去して、観客席とピッチの距離を縮め、専用スタジアムに近い状況に改修されている。 また、毎年秋に開催されている、北京国際マラソンのゴール地点でもある、スポーツ関連の他に、大型のコンサートや各種団体の展覧会にも、使用されており、日本のアーティストとしては2002年に、谷村新司が企画した中国との国交正常化30周年コンサートが、開催され、その後グレーも、国交正常化30周年特別記念コンサートを、開催した。 2011年にはスマップがコンサートを開催した。しかし建物の老朽化などで2019年に閉鎖、取り壊し、2022年に新スタジアムが完成し、AFC アジアカップ2023決勝会場として使用予定。なお、敷地内及び敷地周辺には大型のディスコやファッショナブルなレストランが多くあり、若者が多く集まるナイトスポットとしても有名である。 ウィキメディアコモンズには、北京高人体育場に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。